レス YouTube チームでーす。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、はい、くちゃんとね、まあ、記者が並んだということはもうあの企画ですよ。これの、はい、11月の新商品おすすめでございます。はい、今回はね、ちょっとね、キッシャンの中でね、落としどころがあって1個しかないので、はい、まず今回はキッシャンからご説明させていただきたいと思います。はい。いやもう今回もまたね、これブレミングは間違いなし。絶対まだ出てくる。まだ出てくる。今回11月に発売されますのが、はい、メガバスさんの、はい、キリング90。おお。ポップ X 覚えてます？大好き。大好きですね。めちゃめちゃ集めてたよ。そう。もうそれにね、のこう口がこう水がこう外にこう抜けるようなシステムあるじゃないですか、はいはい、ウォータースルー機構がついたスペシャルウェイングベイトっていう形になってます。ウェイングベイト、まあ分かりやすく言うとね、横にこうロールするような感じのベイトになってます。なるほど。ちょっとね、浮くタイプなのでポッパーとしての活用だったりとか、ちょっとレンジを入れてこうダイビングポッパーみたいなね、使い方ができる仕様となっておりまして、これは何用にあるんですか？シーバスモデル。あ、シーバスに使えるルアー、うん、シーバスに使えるルアーです、はい、ただこれ間違いなくサーフでこれからの時期ヒラメで、どれぐらい潜るの？10センチぐらい。意外とね、使うんですよ。ヒラメが飛んでたりとかね、水面直下のプラグを引くっていうのがこれからの時期結構多いって聞いてるので、まあでもメインはやっぱシーバスですかね。で加工とかのサーフ、ね、サーフというか鋳型に近いような、うんうん、遠浅なところとか、そうですね、まあ、川とかがメインになるのかな、はい、うん、はい、いいと思います。大きさ的には9センチで、重さが 12.5g。 あ、小さいですね。そう、小さめな、大きいんかと思った。で、価格の方が税別で1800円、ちょっと僕的に安いんじゃないの、はい、って思うぐらいのモデルになってます、うん、カラーの方がもうすごい量出ます。あ、多いね。はい、14色出ます。嬉しそうなの。チャートとかやばいですね。チャートね、はい、バスマンも大好き、ね、大好き。もちろんレッドヘッドも出ますし、はいはい、最近ねキシャン結構おすすめなのがね、紫とかブラックピンクブラックみたいなね、はい、モデルがねすごくシルエットはっきり系ね。そう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 、もうこの辺がね最近キシャン結構一押しでございます。なるほど、はい、これからの時期本当にシーバスだとか、ヒラメだとかサーフ系ですね、うん、あとオニベなんかもね結構この辺の90のプラグがね、ちょっと小さいけどね、はいはい、でも実績が結構ね出てるシリーズになってきますので、これがねギシャの今回おすすめです。なおかつプレミアムロアになること間違いないと思います。あったらねちょっと見てみたいですね。そう、見てみたいですね。はい、ぜひともご注目ください。はい、はい、僕からはね3つ紹介したいと思います。まず1つ目、はい、こちらはダイワさんから発売します、うん、ソルティガ15。あ、意外もう出てません？カーボンのハンドルのモデルが出てたんですけども、はい、まあ、遅れているのかな、うんうん、ちょっと僕もあの詳しくは知らないんですが、はいはい、ホームページの方も2023年11月発売という形になっておりまして、はいはいはい、フラッグシップですよね、ダイワさんのオフショアのベイトでは、はい、フラッグシップのソルティガ、はい、こちらがまた新しくなって発売という形になります。ベイトモデルですね。ベイトモデルですね、はい、みんな知ってると思うんですけど、めちゃめちゃええんですよ。今回選んだ理由としてはですね、うん、中の耐久性がアップしたり回転性アップしたり、うん、操作性上がったりっていうところいろいろあるんですけど、うん、はいはい、僕が一押しでおすすめしたいのが操作性でして、はい、まあ、ボディの形状がね、はいはい、すごいソルティガが好きで、はい、かっこはええんですけど、かっこいい、ここね、ロッドに対してリール乗ってるじゃないですか、はい、で乗ってて指、うん、この指ね、親指とかをスプール押さえるじゃないですか、はいはいはい、でこうしゃくってるじゃないですか、はい、でこのしゃくってる時の親指どこくねんってなった時にリールのフレームのところに置くんです、はい、そのね、うん、指ね置くところが、はいはい、サムホールディングフレームって言われるプールがあって糸巻いてるところ、はい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 、そこがねこう普通やとこうなってるじゃないですか、はいはいはい、ね、なってるんです。ここが斜めなんです。ほう、指をこうクッと押さえて、ほう、で言ったらこのしゃくる時に指こう力かかるんですけど、やっぱ逃げてしまうのがあるんですけど、はい、そこは斜めになってるんで、そこに指クッと当てて、お、土手で押せるみたいな、当てるんです。だからあのサビングもしやすいし、はいはい、しゃくってる時も安定した、安定してリールに力入れやすいし、はいはい、もちろんハンドルは長いし、おグリップもでかいし、おおほほほ、最近はこうね肘に当てること多いじゃないですか。肘当てですね、肘当ててこう、ね、はい、しゃくること多いんですけど、うん、そういったのにもリールのバランスも設計されていて、うん、かなりここ注目かなと。いいですね。ドラグもそうですけど、うん、ギアの耐久性も非常に上がっていて、ダイワのリールのベイトね持ってない方はちょっと一回試しめて、そうですね、価格それなりの値段します。やっぱり値段の方が6万5000円、
から、まあ、一番高いので、8万円、まあ、あのカーボンの、ね、ノブついてるとかねしますけども、それが出てるのかな、はい、キューブに関しては6万5千円という話になります。なかなかですね。はい、続いて2点目、はい、2つ目、はい、こちらはジャッカルさんから。おジャッカルさん、はい、出ます。バンブルズジグ、はい、セミロングトンボジギングスペシャル、こちらが発売となります。待ってました。好きなこと取りすぎだよ最近ね。そう、申し訳ない、マグロにハマってます。はい、ハマってますね、はい、申し訳ないんですけど、福ちゃんと岸ちゃんね、ここ3年ぐらいずっとトンボやってるんです。まあ、3年目ですね。はい、そうですね。1年目はつれんかったっすよね。いや、つれんかった。つらかった。まあ、ブームになる前からやってるんですけど、そう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 、ね、まあ、本当にジグなくて、その頃は。つらかった。もう、高いジグで少ないのをね、頑張って探したんですけど、やっぱりいろんなメーカーさんがこう参入してきて、やっとね。いろんなジグがザーッと並んできて、はい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 、ジャッカさんもいくつか出してはいたんですけども、うん、今回、新たに出てくると。トンジギスペシャルって何なんですか、逆に。僕も見たんですけど、やっぱりね、進化していきますよ。いや、あの1年目ね、会った時分かったです、はい、もう1投目、あ、はい、今日スタートですって1投目入れました、はい、トモジグやった方は分かると思います、はい、ドテラで200メーター近く糸出します、はい、船バック風で流されてます、はい、しゃくります、めちゃめちゃ重たいですよ、はい、まあ、300グラムとか400グラムのジグを船が動いてる状態でしゃくるとなるとすごいしんどいんですけど、はい、ジグによってね、まあ、水かみってやったりとかっていうので、水抜けがね、いいものはすごいしゅっしゃくれるんですけど、うんうん、ってなるやつもあるんですよ。ありますあります。そう、そこが今回は水抜けの良いシャープなヘッド形状と片面にウェイトを持っていってることで、まあ、ドテラ流しでも軽い力でしゃくることができる。で、まあ、フォールも綺麗にできるというところで、トンジギでそのフォールで当たるっていうところをしっかりデザインしている。いうジグになります。今回、この出てくるジグのウェイトが、うん、まあ、320g、はいはい、400g、はい、480g、 480g 一番使うところですよ。480g はディープなところに入れていかなかったところですけども、はい、一番使うところですし、うん、カラーラインナップも非常に少なくなってます。4色です。お、4色、4色で、しかもフックもついてると。時々ね、タネトンと言われてる大きいトンボマグロですね、はい、10キロオーバー、15キロオーバーみたいな、ね、ですね、はい、そういったのとか、まあ、キハダとかっていうのもね、うん、とことこかかったりするんですけど、はい、そういったのも対応できるフックがついてると。あ、じゃあ太軸で大型、そうですね、まあ、そうね、はい、標準装備、結構ね、針のバランスどう選ぶよとかね、はい、いろいろあると思うんですけど、あります、ね、ここもついてるんで、はい、おすすめですね。結構安心して、もうなんかこのジグを重さ別に、うん、まあ、2本ずつぐらい持っていけば、まあ、シーズン通していける。そうね、みたいな感じですよね。長でとか早い時は重たいので、重たい、はいはいはい、できますし、おー、でやっぱり1日通してやらないといけないんで、うんうん、針に不安があったりとかね、うん、そういったのもこれセットしてくれてるんでないですし、非常におすすめかなと。走りがね、11月から始まりますから、もうね、早いとこ今もう始まってますよね。11月、うん、おすすめです。で、値段の方が、うん、320g が2970円、はいはいはい、480g が3960円、ほう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 、という形になってます。結構お求めやすい、パリがね、800円、900円全然しますね、ますからね、うん、はい、それをね、最初からついててこの値段って言ったら全然お買い得になるのかな、うん、あのエントリーね、しやすいジグになってますし、うん、はい、トンボもね、結構そんな難しいっていうことでもないんで、そうですね、あのエントリー今年からね、うん、始めようと思ってる方はこちら選んでいただけたらいいかなと思います。はい、ぜひともご検討よろしくお願いします。はい、続きまして僕から3つ目、3つ目ですね、はい、こちらも僕の個人的な大好きなやつなんですけど、はい、スミスさんから出ます、はい、CB 正宗、こちらの新色が発売となります。普通 の, あのセミロングのジグなんですけど、はい、まあ、この正宗の長いのはね、もう長政とかね、はいはい、ものすごいお世話になってるんですけど、そうですよ、ね、大好きなんですけど、はい、今回ね、発売される CB 正宗の新色なんですけども、はい、2色出てきます、はいはい、チャートハモンとゴールドグローハモンっていう、まあ、2色出てくる、ちょっと黄色系の色なんですけどね、出てくるという形になってます。で、グラムが、95g から115、135、155という形で、はいはい、まあ、近海モデルにはなるんですけど、マサムネね、ほんまにこうシュッとしてて、まあ、薄っぺらいというか違いますよ、悪口じゃないですよ。ほんとキッシャーもね、めちゃめちゃお世話になるんですよ。特に関西の方はね、絶対入ってるっていうぐらい
タッチパターンとかにも、まあ、一番端でねよく使われましたけども、まっすぐの平面な形になってますんで、すごい水切れが良くてね、清盛りもなくて、すごい使いやすいジグになってまして、特徴としましてはセンターバランスジグなんですよね。まあ重さがねいろいろあるんですけど、長さが統一されてまして、まあ分厚さがちょっと違うと、で平たい面がありまして、まあ非常に水切れが良くて、本当に軽快なねアクションができるんですよ。しゃくるスピードも言うたらニュワンじゃなくてシュンってしゃくれるんで、まあゆっくりもしゃくれたり早くしゃくったりっていう、まあハイピッチジャグからスロージギングまで、そう、はいはい、いろんなあのジギングに対応できると。形状からですね、あのすごいボールもまっすぐこうキラキラって降り散るだけじゃなくてシュッて落ちたりもしますし、いろんなボールアクションを楽しめるという形になってます。今までないようなねカラーが追加という形ですから、本当に興味深い、はい、面白いですね。価格の方大体どれぐらいでしたか？そうですね、95g が1550円プラス税という形から、重たいので、まあ、155g で1850円に消費税と、まあ、大体税込み2000円ぐらい回れるという感じですよね、はいはい、今回ね、11月のねドレスの新商品、まああるんです。多いですね。多いんです。多いです。まあアパレルも出ますし。そうですね。そう、アパレル、まああとヒートの寝袋とか。寝袋とかね。サングラス。サングラス。はい。出てきます。ただその中でね、はい、今回ねもうドレスのキッシャンがマジでおすすめ。おすすめ。はい。これです。すみません。防水キャリーカード。そうです。防水キャリーカードです。こっちさんもね。こっちさんも蓋付きのね、キッシャンも。本当ねこれからの冬の時期、まあウェディングもしかり、寒いから行かない。わかります。キッシャンも行きにくくなります。ただ冬のレジャースポーツといえば福ちゃんあれがありますよ、ね、そっちか、はい、キッシャン大好きなスノーボード、はい、こうスノーボード、はい、ウェアを入れるブーツを入れる、はい、なんならこれ1個を車にボーンと積むだけで、はい、あの車の中のグジュグジュグジュってなってもうどうやろうって言わなあかんのが、いや俺これやからって言えるんですよ。もうこれで入れといたら、そう入れといたら分かる、はい、なんかブーツ履くときね皆さん分かりますよね、足ついちゃうんですよ下に、いいんですよ。中でやれば濡れないんですよね。もう皆さんこれマジでおすすめです。スキーとかスノーボードマジおすすめですね。マジおすすめ。あのブーツについたね雪がね溶けてね車の中に汚れてたり、そうあるんですよ。いい、ね、確かに。こうカップルとかね買ってください。色違いありますから。色違いね、彼女よと俺よみたいな感じでね買ってもらうとマジらない。もうこれもすごい大事。防水キャリーおすすめ、おすすめでございます。ご注目したいけど、まだドレスからも新製品続々と出ますんで、はい、11月に本当にすごい福ちゃん企画してますから。やりますよ、やりますよ、はい、でもねご注目していただきたいと思いますので、はいはい、また次回は12月かな。そうですね、はい、12月ですね。12月ってもう何あるかな、あるか福袋じゃない、福袋じゃない、本当ね、いろんなメーカーさんの福袋紹介できたら面白いんじゃないですか。面白いね、ね、はい、いいかなと思いますので、ぜひともご期待していただきたいと思います。では次の動画でまたお会いしましょう。また見てね、またね。